モアクピラーニャで用いられている戦闘用ランフラットタイヤのカットモデルランフラットタイヤはパンクした後でも 100km 程度の走行が可能であるように設計されているタイヤ。一部の乗用車及び新交通システムの鉄道車両で採用されている。また、軍用車両においては4輪駆動車や6輪駆動トラックなどの輸送車両や 双輪走行車や双輪戦車といった双輪型の走行戦闘車両では多くの場合戦闘用タイヤと呼ばれるランフラットタイヤが装着される通常のタイヤではパンク直後に操縦性能が急激に悪化しドライバーが車を制御できなくなり事故に至る可能性がある仮に停車できたとしても後続車にとっては予測不可能な急停車になり 後続車に追突される可能性がある。ランフラットタイヤでは、パンク後もしばらくは、走行が継続できるため、事故に遭遇するリスクを回避できる。特に、交通量の激しい道路や高速道路のほか、諸外国では、治安の悪い地域や、軍用車両では戦闘中や NBC 環境下など、危険な状態や場所で自動車を停止させてのタイヤ交換やパンク修理を回避、できる。 ランフラットタイヤでもタイヤバーストやショルダー部やホイールリム変形を伴う大きな損傷などランフラットタイヤ自体が機能しなくなる損傷は稀である。よってパンク修理剤が効かない広範囲なパンクに対してもランフラットタイヤの効果は絶大である。よってノーマルタイヤでパンク修理が可能なトレッド面であればランフラットタイヤも同様にパンク修理が可能である。 また、スペアタイヤの搭載が不要になり、トランクスペースの拡大、デザイン自由度の向上、車両の軽量化による燃費の向上、それによる CO2 削減などといったメリットがある。さらに、自動車が廃車にされると、ほとんどのスペアタイヤは未使用にもかかわらずそのまま廃棄され、大きな環境問題となるため、この問題も解消できる。 イラク・ハルージャ近郊のキャンプ・バハリアで戦闘用タイヤの組み替え作業を行う米海兵隊員。戦闘用タイヤホイールの採用によりタイヤチェンジャーが利用できない環境でもタイヤルバーのみで作業が行えるようになった。ランフラットタイヤは1930年代に現金輸送車などの商用車が 銃撃などによる危険な襲撃に遭遇した際に安全に走行が続けられる技術として開発が始まり、ほどなく勃発した第二次世界大戦では多くの軍用トラック、走行兵員輸送車、偵察車などで戦闘用タイヤとして普及した。1942年にはビードロックを持つニピース構造の戦闘用ホイールも登場し、作業環境が劣悪な戦地でも、 比較的容易に戦闘用タイヤの組み替え作業が行えるようにもなった。戦闘用タイヤは当初は下田山形の設置面を有していたが、今日ではマットテレーンタイヤに類似した設置面も用いられている。防御性能については、1990年代にロシア連邦で採用された BTR-90 のものを例にとると、消火器の銃撃のほか 対人用地雷の爆発にも耐えるとされている。軍事用途では、トイールなどのエアレスタイヤの研究開発も進んできてはいるが、2010年代現在も、ランフラットタイヤの支配的な地位を脅かすには至っていない。モータースポーツの世界では、ストックカー最高峰のナスカーが、タイヤの内部にもう一つのタイヤを組み込んだ二重式タイヤを使用しており、一周一マイル以上のオーバルトラック、 すべてと、ショートトラックの内ブリストルモータースピードウェイにて、装着が義務付けられている。この構造は、グッドイヤーが、釘などの踏み抜きにより、チューブタイヤがパンクすることを予防する目的で、1930年代、中盤に発表した二重式、タイヤチューブがベースとなっており、リチャード・ペティとダレル・ディアー・リンガーを、テストドライバーに起用して、走行試験が重ねられ、1966年シーズンより、 正式に導入された。1960年代中盤は、マッスルカー前世時代で、一周2.5マイル以上のスーパースピードウェイでは平均周回速度が時速3 0 0トルに迫りつつあった時期であり、二重式タイヤの導入は、カップカーが周回走行中にパンクを起こしても安全にピットレーンへ帰投することを可能とした。 サイドウォール強化タイプと補助リング付きアルミホイールトヨタ、コースターの純正スチールホイール。現金輸送車として利用されるため、補助リングが後付けされている。ランフラットタイヤではパンクしても運転者は感知できない。このため、タイヤプレッシャーモニタリングシステムと組み合わせ、パンクして空気圧が低下すると警告灯が点灯するシステムを搭載した自動車で使用することができる。 このシステムを搭載していない自動車でも、ランフラットタイヤは装着できるが、基本的に協定で、セット利用が定められている。は、まだ開発途上の製品のため、ノーマルタイヤに比較して、下記の点が劣っている。は、欠点に対する改善が見られる。また、BMW が、標準装備化を実施し、市場の普及率も向上していることが挙げられる。 日本車では1999年市販の日産、ハイパーミニで TPMS と合わせて標準装備され、2001年、トヨタソアラにオプションで設定された。その後、レクサス、日産、GT-R など高価格の乗用車を中心に装備が進められている。BMW では2003年の BMW5 シリーズから M モデルを除く全車にランフラットタイヤを 標準装備化した。米国のみ2012年モデルからは通常タイヤとランフラットタイヤの併売に切り替えている。初期、第2世代のランフラットタイヤから第3世代に進化しており、ユーザーから不満の多かった乗り心地についても改善されつつある。JAF の年間パンク件数は30万件を超え増加傾向にある。パンク件数軽減のためにランフラットタイヤの効果が 市場でも認められつつあり、今後のさらなる普及が見込める。タイヤメーカーによって、ランフラットタイヤを示す記号が異なっている。ここでは、ランフラットタイヤとして定着しつつある、サイドウォール強化タイプの記号を示しておく。ありがとうございます。